久保さん、久保哲郎の名言いいっすね。今回ね、野村さん、野村さん、あの、あのもう亡くなっちゃいましたけど、野村監督のちょっと名言にしようかなと思うんですけど、どうするかを考えない人にどうなるかは見えないと。まあ、久保さんの最後のね、久保哲郎の名言にもちょっと精通する部分はあるかなと思うんですけど、要は未来を見ることはできると。イメージすることもできる。だけど、そこになかなか歩めないと。でも、そ,それを考えない。 でもここ難しいところでそう思うんだけどなんかまあみんな行動できないですよねでもまあそ,それを考えなければ何も始まらないんでまあ考えるのはいいことなんですけどねどうするかを考えない人にどうなるかは見えないとでもこれね結構深いなと思うんですよねどうするかを考えない人にどうなるかは見えないっていうだからんだろうなあのじゃ夢とか目標を どう叶えるかどう,どうやって叶えるか、まあ、ど,うやってど,どうやってこれを叶えていくかっていうとこれをや考えてやらない限りその後どうなっていくのかっていうのは分かんないですよね、うん、だから野村さんのはもうちょっと1個この上かなと思うんですよねじゃあその夢とか目標をどうやって叶えるのかっていうのを考えて遂行してでそれをしない限りまあその先は見えないっていう まあ僕もやっぱビジネスやってるときにまあ売り上げどうやって上げていくかっていうのを考えたそ。考えて行動します。その結果、その結果を得てるわけですね。売り上げが上がったのか上がらないのかっていうの。まあこれを繰り返すわけなんだけども。まあやっぱ常にこれは考えてるかなと思いますね。うん。逆を言うと、まあう、うまくいかない人はこれを考えてないんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ昔僕が弟子に言ったのが、う やらあの行動行動できないならこううんなんだややれない理由を探すよりどうすどうすればやれるかだけを考えろみたいなみんなやれない理由をなんかあだこで言うんでやれない理由を考える暇があるんだったらやれる理由どうしたらやれるのどうすればやれるかだけを考えろみたいなことをね言ったことあるんですけどそうみんなやれない理由を言うんでね でやれない理由を言って、じゃあその前に進むの売り上げ上がるのっていう。売り上げが上がるんだったらどうぞやれない理由をどんどん言ってくれと。<laughs> それで売り上げが上がるんだったらね。売り上げを上げるためには何が必要かっていうと、どうすればそれが物事はできるのかどうすれば売り上げが上がるのかそれを考えて実行するだけなんですよね。他いらないですよ。うん。みたいな話をしましたけど。はい。ということで、いってらっしゃい。